行け。仕方ありません。こちらも。どうした？大切ならば守ってみせろ。お前の器がどれほどのものか示せ。教会のみんなが死ぬ前にお前を殺してやる。一撃で仕留めなくば、待っているのはお前の絶望だ。あの日殺した少年のようにな。お前はなぜいつも俺の前に立ちはだかるんだ。嫌だ、もう何も失いたくない。苦しい、憎い、憎い、お前が憎い。情けをかけるな、テイト。それはすなわち己の弱さなのだ。殺してやる。いい夢だ。私の檻の中でパンドラの箱を探すか、それとも絶望を再びたどるのか。ファーザー、父さん。テイト・クライン、お前の羽をたおることなどたやすいが、おとなしく私の檻の中に入るのならば戻してやらなくもない。あの時少年の命と引き換えに目覚めたこの瞳よ。呼んでくださればいいもの。困った時はいつも私を呼んでくれたでしょう。現れたか。覚えていますか、あなたが初めて人を殺めた日のこと。あなたの親友に刃を向けたあの日も、裏切り者のバスティンを倒した時も、全て私が必要だったのだ。あなたが壊れないように。そして今あなたは壊れかけている。心から憎む男を前に、そしてまた私を必要としている。私が何でも殺してあげる。さあ来るのだ、テイト・クライン。
どこまでも邪魔立てするか、フェアトラーク。主よ、わかりますか。これがあなたのミカエルの瞳の力。わかってる。だからこそ俺は。次の合図で引く。はいよ、ハヤタン。なんか収穫あったみたいだね。ミカエルの瞳の器は私が追い求めるものの良き道しるべとなる。じゃあテイトクラインは生かしとくってこと？一方が生きぬ限り一方も生きられぬ、そういうことだ。行け。仕方ありません。こちらも。経典に記されている守りの光。綾波！私が守ったじゃないか。お前も仲間を守ったじゃないか、綾波。テイト、見かけ。さあ行け、テイト。やるべきこと、知るべきことがたくさんあるんだろ。そうだったな、親友。そうだぜ、親友。逃がさない。お前を一番愛しているのは私だ。お前も一緒に行こう。合格だ、テイト・クライン。もっとも、途中からは司教試験ではなくなっていましたがね。でも、道を見つけたようだね、テイト君。道？行くぜ、ソガキ。ああ、まさか、軍が。派手にミカエルをぶっ放した奴のおかげでな。早く来な、時間がねえ。
この悪しき者たちを許したまえ。この悪しき者たちを許したまえ。光ある者に正しき道を。まだミカエルの瞳の器は見つからないのか。残念でしたね。その子なら旅立ったよ。君らがそうやって罪のない人々を虐げている間にね。選別だよ、ペイト・クライン。君はたった今からフラウ司教の司教見習いだ。気をつけろ、武器を手にしているぞ。バクルスだよ、試してみるかい。カバン撃て。ミカエルの瞳の器は去った。次は君たちが去る番だ。ここは教皇が万一の時教会から逃亡するための隠匿の通路だよ。隠匿の通路。この先には線の曲がり角があるんだ。一つでも曲がる方向を間違えると脱出できなくなるから気をつけてね。今日は僕が道しるべを作ってあげる。テイト君、この教会に来た時から君の心の中には深い闇が住んでいた。瞳に見染められし者は諸刃の剣を手にする。加護をもたらすか破壊をもたらすか。心に潜む闇に立ち向かえなくば自身を崩壊し後者となる。ですがあなたはあの短期間で試練の橋を渡り切ることができたのです。どんな時もそのことを忘れずに。はい。行き先は決まっていますね。はい、ゼーレの地へ。ファーザーの導きをたどり行き着いてみせます。滅ぼされたラグス王国の真実を知るために。君はゼーレに行き、悪のバルスブルグ帝国が正義のラグス王国を滅ぼしたという記憶が欲しいのですか。いいえ、見極めに行くんです。それが俺の記憶であり真実となるから。俺、御影と約束したんです。光に向かって進むと。だからラグス王国を滅ぼしたバルスブルグが悪であり、父を殺した綾波を悪と見極めた時は、その時こそ仁義をもって綾波を粛清します。それを御影が喜ぶかどうかはわからない。だって俺は御影みたいに綺麗じゃないから。行くぞクソガキ、付き合うぜ、地の果てまでな。ま、俺らはこいつのせいで離れられねえけどな。ありがとうございました。フラウに拾われなかったら、ここでみんなに出会わなかったら。行けテイト、お前の大切なもののところへ。またな。ああ、また。
ソガキ、泣いてやがんのか。バカ野郎、泣いてなんかいない。あのな、今飛んでるのは別れるためじゃねえ、また会うためなんだぜ。一気にこんなところまで。テイト、しっかり捕まってろ。サイトじゃまるで違うんだな。ああ、そういえばお前前に言ったよな、見たものの数だけ真実はあるって。あの時はその意味がよく分かんなかったけど、今は分かる気がする。この先俺は少しでも多くを知って多くを見なきゃならない。なぜラグスが滅んだのか、なぜミカエルの瞳が存在するのか、封印されたフェアローレンのこともセブンゴーストのことも、何が悪で何が正義なのか自分の心で決めようと思う。そうか。お前なら決められる、何が悪で何が正義なのか。だから言ったんだぜ、お前になら殺されても構わねえって。クラウ、バカ野郎。何すんだクソガキ。クソガキじゃねえ。これでもちょっと成長したぞ。では何時に問う、その証を述べよ。俺は失ってばかりじゃなかった。飛ばせ。